玉沢徳一郎は、日本の元政治家、衆議院議員、防衛庁長官、農林水産大臣などを歴任。選挙などの際には、旧自体の、差はでなく、格数の少ない、宅を用い、玉沢徳一郎と表記されることが多い。岩手県下平軍太郎町出身。岩手県立森岡第一高等学校を卒業後、早稲田大学、 第二政治経済学部政治学科に入学。大学では、早稲田大学郵便会に所属。郵便会の一級へに、森吉郎、一騎下に、小渕恵造がいた。早稲田大学大学院政治学研究科修士、家庭修了、政治学修士。学生時代から左翼が大嫌いであることを公言していた。欧州大学講師、富士大学助教授、海部都市記の秘書を経て、 1976年の第34回衆議院議員総選挙で初当選。自民党の中でも高派である清和政策研究会に属し、属議員の重鎮と目されていた。1994年、村山内閣で防衛庁長官に就任し、初入閣。1999年に小渕再改造内閣で農林水産大臣に就任。 首相、小渕恵三の帰得により、急遽自由民主党幹事長の森吉郎が、後継総裁に就任し、事実上の犬木内閣の形で組閣した第一次、森内閣でも農省に留任した。2000年の農林水産大臣在任中に、肯定益が発生し、対応に当たった。2000年の衆院選で、現職農省ながら落選した。 2003年の衆院選で帰り先国政に復帰する。2007年夏、2004年分の政党支部虚偽記載問題が浮上。玉沢が代表を務める政党支部が領収書を偽造して重複計上したことが発覚する。同年9月3日、責任を取る形で同党を離党し無所属となった。無所属となったため、2007年自由民主党。 総裁選挙には参加できなかった。政党支部領収書偽造問題では、政党支部会計責任者職務代行であった公設秘書が政治資金規正法違反や有印主文書偽造、同行使の罪で起訴され、懲役1年6月、執行猶予5年の有罪判決が言い渡された。自民党離党後も自民党の派閥制は政策研究会で活動を続け、 2008年9月25日、自民党に復党した。2009年7月21日の衆議院解散に、伴い政界を引退。このほか社団法人日米平和、文化交流協会の理事を務めている。長きにわたって、岩手県オリエンテリング協会会長も務めた。2019年12月10日昼、森岡市の自宅で銃撃を受け。 足に全治約20日間の怪我を負った。その後容疑者が自首し、選挙の恨みで撃った。金銭トラブルがあったと供述した。容疑者は約20年前から欧州市に居住する農業の男で、居住場所などをめぐって、地元住民との間で過去に法的なトラブルを抱えており、現在は同市内のビニールハウスで生活をしていた。男の自宅がある。 欧州市水卓羽田町の土地は、もともとは、同町住民の共有林だったが、この土地で事業に失敗した業者の債権者側として、男が移り住み、土地の賃料などを一切支払わなかったため、住民らが退去を求めていそう最高裁まで争われ住民側が勝訴したが、男は確定後も10年以上居座り続けていたという。インターネット上では、 玉沢の高校の同級生を名乗る容疑者と同姓同名の人物が2015年に玉沢徳一郎に次ぐという告発サイトを開設しており、サイトでは1972年の衆院選の際に玉沢に1000万円を選挙資金として貸し付けたが返済されていないと主張。2014年1月に玉沢を提訴したが翌年には 時効のため請求は帰却されたと記されていた。1972年当時の玉沢の秘書によれば、男は当時森岡駅で不動産会社を経営していて、羽振りもよく玉沢を支援していたが、玉沢が初当選した1976年の選挙以降は支援していなかった。また、経営していた不動産会社がバブル崩壊の煽りで倒産し、 1996年頃から強行に返済を求めてきたとされる。男の知人によれば、男は近年資金繰りに困っており、政治資金と言っているけど、俺は金を貸していると思っている、同級生で頭に来ている、早く回収しないといけないなどと話していた。実験当日は返還を求めて玉沢宅を訪ねた際、共通の知人に関する発言に激高して反抗に、 及んだとされる。森岡地検は、銃刀法違反罪と、暴力行為法違反の罪で男を起訴。殺人未遂罪については、証拠が集まらなかったとして、適用を見送った。初公判で、拳銃は20年から30年前に、暴力団関係者から譲り受けたものであることなどが、明らかとなり、森岡地裁は2020年4月の日、男に、 懲役5年の実刑判決を言い渡した。玉沢は判決後取材に応じ、多くの方に不安や恐怖を与えた。また、社会の秩序を乱したことについては、大変申し訳ないことだと思っております。根は、非常にいい奴なんだけど、残念ながら、人が変わった。罪に服して、昔の A 君に戻ってもらえればいいなと、とコメントした。 2020年12月23日付の最高裁第3小法廷で男への懲役5年の判決が確定した。ありがとうございます。